事故を起こした車のフロントガラスは大きくひび割れ、事故の衝撃のひどさを物語っています。警察によりますと、昨日午後9時40分ごろ、柳井市新城の市道で走行していた軽乗用車が交差点付近を横断していたとみられる男性をはねました。この事故で近所に住む金行隆さんが頭などを強く打ち、意識不明の状態で病院に搬送されましたが、およそ2時間後に死亡が確認されました。現場は街灯のない片側1車線の直線道路で、金行さんは帰宅中だったとみられています。